会場まで向かう。今ので100バーツ、100メーター進んで100メーターで100バーツ、タクシー1時間で300バーツ。さあ、あなたならどっちを取る？こんにちは、いいお早いお話しございます。それとこーはい、ということで今回ですね、バンコクにある一番有名な偽物ブランド館やってまいりましたよ。で、今回していく企画なんですけど、後期もやってたと思うけど、はい、ネギってたやん、ベトナムで。ネギってた。今回は対決しようかなということで、2回チャレンジしてどっちが偽物のブランドネギれるか対決よ。じゃあ一回このくるっと回りましょうか。はい、こんな感じ。ご覧ください。これ全部偽物。やばない？ベトナム超えてきたね。ベトナム超えてきたよね。しかもタイはなんかクオリティがめちゃめちゃ高いらしい。マジっすか？なんかさ、Tシャツないって言ってたやんか。これ買っても着てもいいよ全然。プレゼントするわ。神企画じゃん。俺のバンコク来たお祝いっちゃなんやけど。プレゼントよ。なんか欲しい T シャツとかあるよブランド。ブランド。でも見えてる限りではもうグッチとかさ、めちゃくちゃあんで、ね、オフホワイトとか。ラルフローレンもそっくりじゃん。でもこれスーパーコピーえぐいで。ベンツとかある。これはどうでもいいけど、グッチ、あ、今着てるシュプリームもあるやん。ガンガン値切っていこうや。でな、あっち行ったらな、靴とかあんねん、カバンとか。これ財布やろ。あ、ウブロ。すげえ、ウブロ。リシャルミル。うわぁ、これ一回聞いてみる、いくらか。How much? Something quite good. 12,000円。あれ、これプレイヤーフバー。普通に買ったら150万円からな。じゃあこっからじゃんけんして、どっちがやるかやっていきましょう。先行後攻じゃんけん、はい。はい、行こうでしょ。高校で任せてくださいよ。チャンスは2回。目標はだからその定価から半額いったらやばいね。オッケーですね。T シャツがまず1枚欲しいっすね。あ、 T シャツあるで、いっぱい。うわ、あっこもいっぱいある。え、ここえげつないで。これ iPhone ケースとかもあるもん。だってこれジバンシーのジャージやで。こんなんとかどうよ。いくらよ。あ、2100円ぐらい。高いね。あ、だから好きな値段にしろやって。なるほど。500いこう。まあ俺が口出しするのもちゃうから、それは自分で決めて。対決やから、これ心理戦やで。これ相手との。これ俺さ1000円で買って。まあでもグッチやからな。300バーツ。うんうんうん、300バーツ。あ、やろうかな。あ、でもだいぶ下がったね。200バーツだから。300で買った。グッチってコラボ。いや、これはないやろ。これ普通にありえへん。あれはあのグッチは DS L。あ、白もかっこええで。お前黒持ってるやん、これ。白、白、300? 300いけた。半額。半額いいか。えぐ、いきなり300バーツ？マジやん。いきなりグッチの T シャツ買いよった、こいつ。次、一回シットさん。一回挟む、俺。一回挟む。あ、オッケーっす。え、どうしよっかな、めちゃくちゃ悩む。俺も一回 T シャツいっていい？300以下目指すわ。あ、ほんまに全部、こことやで。クリームの量がえぐい。どんだけあんねん。ここ全部やん、マジで。えぐいな、ここの偽物。バレンシアガにする？これとかめっちゃ本物っぽくない？これ質めっちゃいい。これ一回言っていい？同じので。同じので。How much? 1,000? 800個。いくらいくら。使わせてなんかごめんけど。俺の使う作戦でいく？ブラック再生。290で交渉。295。 OK 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 OK650でレイバン落札。今の何？ちょこちょこちょこ。え、何の動作今の？エアポッドでボーズのスピーカーもある。1200番ね。それちょっと待って、ちょっと待って、1000番の1000番ね。オッケーオッケーオッケー。いいらしいで、お買い上げ。いやどうせ、ありがとう。全然何。イエーイ、75% オフにしました。えぐ。カウントしていい？なしなし。なし？奇跡が起こっただけ。フェンディは？フェンディ295。こっから檻の交渉へ入ります。300バーツ295。295か。さっきと一緒やな。さっきと一緒っすね。295。あ、オッケー。
値切りました、290。やっぱ限界価格が290ゲット。もうまだ安いので言ったら280切ったら俺の勝ちやな。いや290切ったら勝ち勝ちやな。俺には作戦がある。俺のあのエアポッツも考慮してや。作戦ってなんなん、さっき作戦があるって言ってたけど同じとこで買うんすよ。ここか。もう一枚スタバの T シャツが欲しい。スタバックス L How much? おネギ300倍。280 300 280。だからやろうか、違うとこ行く。290で買った。2枚買おう。1枚もう1枚買った。いらんって、ほんまにいらん。いらん280。ああ280になった。ありがとうございます。値切っちゃったね。チップ吐く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 。ありがとう。ありがとう。ロリバーイ。チットのお金でチップあげた。ほんまや、俺のや。俺の金や。ありがとうありがとう。いやでも俺のエアポッツあれすごかったけど、 75% 引きにしたから。捨て身でいった。捨て身やん。あれ、まあ捨て身でいったらもう追いかけてきゃあるから、そこを狙うのが一番いいかなって思います。このスーパーコピーモール街おもろすぎ、めちゃくちゃあるから、ぜひ皆さんタイにね来たらね行ってみてください。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。せーの、また見てね。ボーボー。